バレット。この物語はフィクションであり、物語に登場する人物名、団体名などはすべて架空のものです。実在の人物、団体には一切関係ありません。ゲーム内の登場人物はすべて18歳以上です。漢字ちゃんと読めました。はい、今日はこれまで。お疲れ様でした。放課後を告げるチャイムが鳴って、本日の授業もすべて終了となった。春日井くん、放課後です。と、カバンに荷物を詰め終わるよりも先に駆け寄ってくる転校生が一人。何か用か？ですね、実はお願いがあるんですけど。そうや、転校生が積極的にアプローチしてくる中、ツンデレ幼馴染は素直になれないまま。せやな、手をこまねいてもいいの？手をこまねいていてもいいの？みたいな。でも私は子供の頃からの付き合いがあるからそういうイニシアチブに、そういうのにあぐらをかいて、負けるのがやっぱ幼馴染なんだよな。幼馴染は負けるからな断る。そうですか、ありがとうございます。で、あれ、ゆうや、別に話くらい聞いてやってもいいんじゃないか。いやいや、油断は禁物でしょ。悪魔に魂を狙われてる身としてはね。威厳ないから、正直全然そんな風に見えないけど。それはその、まだ新米ですし。本当にそれだけが問題なのか、かなり疑問だった。ちゃんと神通力も使えますし、信じられないならもう一度やってみせますけど。いやいや、例のあれはもういいから。掃除が大変になるから散らかさないでよね。そうですか、残念です。みんな、一応神様なんだから、あんまりいじめてると罰が当たっちゃうよ。このくらいで復讐しようとか、そんなことは思わないですけど。しかし、なんというか。気がつけば、いつものメンバーが周りに集まってきているな。それで、かなちゃん、春日井くんに何か話があったんじゃないの？どこか不安げな眼差しで見つめられ、小さく息をつく。まあ聞くだけなら。はい、ありがとうございます。別に引き受けるとは言っていないのに、一転して嬉しそうに微笑みながら礼を言われてしまう。前向きなのか後ろ向きなのか、よくわからないやつだな。ですね、お願いというのは、学園の中を案内していただきたくて。俺に？はい、ぜひぜひお願いします。
まずは小さなイベントを積み重ねて好感度を稼いでいこうって作戦か。好感度って言うの？カスガイ君、攻略されちゃうんだ。いかがでしょうか、カスガイ君。これで恋愛目的の攻略だったら俺としても多少は嬉しいとか思えるのだが、しおり渡されなかったのか。しおりって学園案内のですか。尋ね返されて小さくうなずく。休み時間に私から渡しておいたよ。あれを見れば学園内の設備とかはだいたいわかる。そのために作ったんだからな。すなわち直接案内する必要はないだろうと恩返に匂わせておく。そういう目的じゃないんですけど。やっぱり好感度稼いでおきたいだけじゃない。私って転校生ですよ。少しはそういうお約束があってもいいんじゃないかななんて。悪いけど実はこの後用事があって。ちなみに決して嘘とか言い訳とかではなく。あ、それでしたら何かお手伝いしましょうか。めちゃくちゃ来るやん。ビビるぐらいガツガツ来るやん。おいお前こんな、おい幼なじみ、おい幼なじみ、お前負けるぞ本当に。おい幼なじみ、お前本当に負けてしまうぞ。大丈夫か、お前その顔がもう涙にもう苦悶の表情に歪むぞ。ご遠慮なさる必要はないですよ。困っている人をお助けするのも神様としてのお役目の一つですから。すごいな、用事イコール困ったことって思っとるのがなんかおもろいな。いや、遠慮とかじゃなくてな、お前の歓迎会のことだから。その準備を手伝うことになっているのだが、さすがに本人に手伝わせるのはどうかと思う。え、聞いてないのか。誰も言ってないね。すごいな、本当になんか時間にルーズというか、スケジュール管理ができない町だな。あーごめん、言うの忘れてた。ひどい。水木さん、商店街の連中でね、神様の歓迎会しようって話になってて。あーごめん、ちょっと待っててね。一旦自分の席へと戻っていって、カバンの中から何かの封筒を取り出している水木。はい、これ招待状、私から渡すようにって頼まれてたのよね。半ば押し付けるように戸惑うカナエの手に無理やり握らせていた。どうして水木さんは。どうしてって、私も商店街の住人だし、あと会場もうちの店ってことになってるし。水木のところでやるのか。昨日は確か延期になったから公民館は空いてなかったのよ。でまあうちの親父殿が言い出しっぺだし。こんな風に説明する水木は少し不機嫌そうで。わざわざ店を早じまいしてやってあげるんだから欠席なんて認めないわよ。はい、ありがとうございます。すごい、もうそうやな、あの神様に対してこっちも厚かましいんだったら神様が厚かましがろうが、まあ仕方ないか、仕方ないよな。
昨日のうちに済ませるはずだったのに。誰かさんが泣きながら逃げてったせいで、こっちは面倒ったりありゃしないし。すみませんでした。まあ自分の店で貸し切りパーティーとなると準備も片付けも結構大変だろうから。瑞希が不機嫌なのもわからなくはないのだが。時間は今夜7時から。場所はたまみさんが知ってる。また遅刻なんてしたら激辛料理食べさせるわよ。はい、必ず伺わせていただきますので。それはともかく、この転校生知れば知るほどに。よえな。瑞希って怒ると怖いから。全く威厳のない神様だった。その後は小太郎たちとは一旦別れ、ナズナと合流してから学園を後にした。帰りに商店街に寄って食材を買い込んで、そのまま瑞希とナズナと3人で自宅に戻ってくる。食材の量はいつもより時間が少し早いことを除けば、おおむねはいつも通りのコースだった。料理ばっかだけど、だいたいこんなもんで大丈夫かしらね。我が家の台所にて次々作り出されていく料理の数々は、もちろんこの後のカナエの歓迎会のためのものだった。みずきちゃん、相変わらず手際いいね。ゆうとナズナも手伝ってくれてるからよ。一人でやってたらこんなに早く出来上がらないわよ。とはいえ、流れるように次々と完成させていく手際には、さすがにこれは真似できないなと舌を巻いてしまう。ナズナはともかく、ユウの方は結構料理上手だしね。手伝ってくれてありがとう。おかげで助かったわ。いや、このくらいはどうってことないけど。それにまだ礼を言うのは早いだろ。そっちの唐揚げとかあげるだけでしょ。できれば冷めないようなタイミングで持っていきたいのよね。当然だ。さすがはお兄ちゃん、鶏の唐揚げだけはこだわりますね。別に好きなのはいいんだけどさ、あんたの場合唐揚げフェチっていうレベルで偏愛してるわよね。ずいぶんな言われようだが、おおむねは事実に近いので反論の言葉に困ってしまう。でもなんだ、それを言うなら瑞希だって和食フェチだろ。私は別に日本の伝統を守りたいだけよ。瑞希ちゃん、その理由今考えなかった？そんなことないわよ。若干目が泳いでいるがな。にしても商店街のおっさんたち、料理を瑞希一人に任せるってのは正直どうかと思うんだが。ああ、一応お寿司も注文してあるみたいだけど、なんつうかうちの親父、最初はピザとか頼もうとしやがったのよね。出た、パンアンチ、パンアンチ。瑞希ちゃん的にピザは取っちゃダメだった？当たり前でしょうが、会場になるのってうちの店よ。和菓子屋よ。チーズとかの匂いが染みついたらどうしてくれるのよ。終わってやがるよ。ごもっとも
ですね。肝心な店主の方は微塵も気にしてなさそうだかな。でもまあ、水木のこだわり方には割と感心している。何を、どういう意味？いや、皮肉とかじゃなくて、この料理美味しそうだなって。ちょ、いきなり何を、そんなお世辞言っても何も出ないわよ。水木ちゃん、照れてる。手間のかかるメニューだって多いのに、本当に大したものだと思っていた。案外商店街の連中も水木に料理作ってほしかっただけなのかもな。気がつくと、何やら水木が耳まで真っ赤になっていたり。お兄ちゃん、天然で言ってるとは思うけど、そのくらいにしてあげようね。俺、何かやっちまったか？無自覚なところが罪作りだよね。ナズダが何を呆れているのかよくわからない。これで大体終わったから。おう。それじゃあ、思ったよりも早く終わったし。水木はちらりと時計を眺めて、それから少し考えて。よし、ナズナ、まだ早いけど、今のうちにお風呂入っちゃいましょうか。どうせまだこの後出かけるんだし、後でもいいんじゃないかなーなんて。あんたね、私がなんでわざわざこっち来て料理してると思ってんのよ。自分の家の調味料をケチってるとか。んなわけないでしょ。無駄な抵抗は諦めて、おとなしく言うこと聞きなさい。あー、一人で入れるのに過保護だよ。水木はほぼ毎日のように放課後はこの家へと立ち寄ってくれている。その後で商店街の方へ帰ることを考えると、周り道以外の何者でもないのにである。その目的は家事を手伝いに来てくれるという他にも、一つだけ水木にしかできないことがあったから。風呂か。あのね、二人とも、ナズナ、本当に介護なんていらないから。ダメ。お風呂くらい一人で入れるって。と言って足を滑らせて湯船で溺れかけていたのはいつのことだ。もう3年くらいは前の話だよ。あれはビビったからな。水木に入れてもらうこと。ナズナ、分かってると思うけど、言うだけ無駄。このシスコン、そういうとこは絶対に譲らないから。何やら水木にまで呆れられているような気がしなくもないのだが、とにかくこればっかりは俺が手伝うわけにもいかなかったから。それくらいやってやれよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、それくらいやってやれよ。別にええやん、風呂に入れるくらい。ナズダの入浴だけは同性の水木を頼らせてもらうしかなかったのである。あれはなんか家族として一線引いとるやろ。家族じゃなくて異性として見とるやん。よくないぞ。まあ、本音を言うと、私もちょっとだけ憂鬱な時間だったりするんだけどね。そうなのか。毎日来てもらうのはさすがに悪いとは思ってたが。いや、手伝うの自体は別に全然構わないんだけどね。その、揉まれるのよ、ナズナに。揉まれるって、
何よ。おっぱいだよ。俺の見ていない空間で何が起きているんだ。そもそもですね、ナズナが一人で入りたいのだって圧倒的な戦力差に毎日毎日乙女心を傷つけられているからなのです。いや、よくわからんのだが、みずきちゃんのを見ちゃうと自分の貧乳を実感せざるを得なくなるの。そうですか、としか言いようがなかった。そこからどうして私のに触りたいって流れになるのか、そこんとこがよくわからないんだけど。自分にないからこそナズナは憧れてしまうのです。せめてみずきちゃんのおっぱいをもみもみして、この切ない乙女心を慰めるしかないのです。それは乙女心ではなくスケベ心なのではなどと思ってしまうのは俺が男だからか。まあいいわ。それでナズナがおとなしくなるならちょっとくらいは我慢してあげるわ。本当？パフパフしてもいい？何それ、もしかしてちょっととかいう範疇超えてない？女の子同士ならまあどうにか許容範囲なのか。すまん水木、なんか変な妹で。変な子なのはずっと前からよく知ってるわよ。ああ失礼な。とにかくやりすぎたら沈めるから湯船に。そこんとこよくわきまえておきなさい。脅迫じみたことを言いながらも一緒に入ることは断らない水木。しょうがないな、もう余計な手伝いとかしないでくれるなら勘弁してあげる。ぶつくさ文句を言いながらも近くで見守りたいという気持ちは拒まないナズナ。じゃ、さっさと行くわよ。了解。二人ともなんだかんだで仲がいいんだよな、多分。それから数時間後。とりあえずはこれでよしっと。お、ちゃんと大正ロマン的なあれやね、袴だよね。運んできた料理も並べ終わって、商店街主催のかなえ様歓迎会の、大体の準備は整っていた。みずきちゃん、グラスの数これで足りるかな。うちわだけのちょっとしたパーティーだし、そんなに人数来ないから大丈夫よ。お、この料理なかなかうまそうだな。こら、つまみ食い禁止。さすがはみずきだね。将来はいい奥さんになれると思うよ。え、そうかな。カスガイ君もそう思うよね。そうだな、瑞希と結婚する男は幸せだろうな。今から羨ましいくらいだ。なんでそんな他人事なのよ。何か言ったか。なんでもありませんよーだ。カスガイ君鈍いよ。よくわからないが怒られてしまった。
言っておくけど、結婚なんてお父さんは認めないからね。いや、あのね、聞いてたのか聞いてなかったのかどっちなのよ。親父さん、この調子なら当面はそういう心配はなさそうっすから。そうかい、だったらいいんだけど。一人娘の上に奥さんとも別居しているせいなのか、水木のおじさんは水木のことを本音では箱入りにしたいくらい大切に思っている。当の一人娘は親の願望なんてどこ吹く風で、自由奔放なおてんば娘に成長してしまったけど。毎度、準備もうできてるのかい。何か手伝うことはあるかね。大丈夫ですよ。そうこうしている間にも、3355に集まってくる商店街の皆々様。それほど人数は多くないが、大して広くもない店の中は途端に賑やかになっていく。そろそろ時間だけど、肝心の神様一味はどうなってるのよ。あれだけ遅刻しないように釘刺したんだから、そろそろ来るんじゃないか。そんな風に話している時のことだった。お、来たか。こんばんは、お待たせしてすまへんな。噂をすればなんとやら、ドアが開いてひょっこりたまみさんが顔を出していた。こうやってみるとちゃんとなんかその神的なあれがあるよな。もちろん、主賓のカナエや、キツネ耳の少女たちも一緒で。どうやらこれで揃ったみたいだね。それじゃあそろそろ。パーッとブレーコーで始めましょうか。どうして水木が仕切っているんだろうな。